はい、どうも皆さんこんにちは、しわりにチャンネルです。今回はおすすめのマウスとヘッドセットとキーボードを紹介していきたいと思います。まずはマウスからです。まずは1万円から5万円の中でおすすめのデバイスを紹介します。まずマウスですね。マウスは最初にレイザーのワイパーアルティメットというマウスがとてもおすすめです。このマウスの特徴は左右対称の形で、重さも 74g と非常に軽量なマウスです。 DPI も最高2万となって、とてもセンサーもいいマウスです。クリックは右クリックと左クリックはオプティカルスイッチという光学式スイッチを採用していて、チャタリングが起きないようになっております。今現在このマウスはドック付きが 13,980円となっております。この充電ドックはあるモデルとないモデルがあるのですが、絶対にあるモデルを買った方が僕はいいと思います。ワイパーアルティメットは無線マウスとなっていますが、遅延はありません。色も白とかピンクとか黒とか黄色とか、まあ、いろんな色のマウスがあるので、ぜひ Amazon リンク見て確認してみてください。はい、次はロジクールさんが出しているロジクール G プロ X スーパーライトというゲーミングマウスです。このゲーミングマウスはロジクールが発売していて、重さはとても軽い 63g 未満となっています。このマウスは無線のマウスで、ロジクールのライトスピード技術を使っているので遅延は全くありません。センサーもヒーロー 25K センサーというロジクールでも最高峰のセンサーを使っているので、センサー精度も抜群です。なおこのマウスは色が3種類あります。黒、白、ピンクの色があります。お値段はその色によって変わりますので、 Amazon リンク貼っておくのでぜひ見ておいてください。次はキーボードを紹介していきたいと思います。まず最初はスティールシリーズの APEX PRO というキーボードですね。こちらはフルサイズとテンキーレスモデルがあるんですけど、僕は今現在またテンキーレスも価格高騰してるんで、フルサイズキーボードをおすすめしたいと思います。このキーボードの何がすごいかというと、このオムニポイントスイッチっていう特別なステルシリーズの独自のキースイッチが採用されていて、このスイッチはアクチュエーションポイントというキーを仕込んだ時にどこで反応するかというとこを変えることができます。 0.4 ミリから 3.6 ミリの間10段階変えることができます。あと右上にはディスプレイがついていて、いろんな表示ができたりするのでとてもいいです。お値段は今現在は TKL APEX PRO TKL の方は36,800円、フルサイズの方は間違えた24,353円となっております。アマゾンリンク貼っとくんで値段を確認してみてはいかがでしょうか。次はコルセアが出している K65 ラピッドファイヤー 3MX スピード RGB です。このキーボードはコルセアが出しているキーボードで、軸は 3MX 社のスピード軸、銀軸ですね、銀軸を採用しているモデルです。テンキーレスとなっていてとてもコンパクトなキーボードです。銀軸スイッチはアクフェーションポイントが 1.2 ミリと高速なものです。Amazon に貼っておくので見ていてください。値段は
今現在動画撮影時で 13,110 円です。次紹介するのがヘッドセットです。ロジクールが出しているロジクール G733 というヘッドセットです。このヘッドセットは無線のヘッドセットとなっていて、ロジクールのライトスピードワイヤレス技術を使っているので遅延はありません。ライトシンクがついていて光ります。でブルーボイス搭載のマイク付きとなっております。このヘッドセットは 278g ととても軽いです。そして電池内蔵です。今現在の Amazon 価格が15,900円。色もいろんな色があるので Amazon リンクで見ていけばどうでしょうか。ちなみにこのヘッドセットは G335 という有線版もあります。そちらも概要欄貼っとくんでぜひ見ておいてください。次ご紹介するのはリーザーのナリアアルティメイトというヘッドセットです。このヘッドセットは無線です。そして THX360 立体音響です。あとこのヘッドセットは音に合わせて震えます。あと冷却ジェルパッドが中に入っているのでちょっと涼しいかなと思います。重さが 0.43kg、 430g です。そしてマイクもついております。全然ワイヤレスだけど遅延はありません。お値段は 27,34円、現在の価格でそうなっております。レイザーのナリというヘッドセットもございます。このヘッドセットもまあ廉価版っていう感じですね。 12,980円です。アマゾンリンクどちらとも貼っておくのでぜひご覧ください。次は5000円から1万円までのお金で買えるおすすめのゲーミングデバイスを紹介したいと思います。まずはゲーミングマウスです。ロジクールさんが出しているロジクール G703H です。このマウスは無線マウスとなっています。こちらも同様に遅延は一切ありません。ヒーロー25系センサーを積んでいるので、センサーもとてもいいです。とこのマウスの重量は 95g で、軽くもなく重くもなくという感じでしょうか。とても人気なマウスとなっております。ベストセラー1ですね。お値段も7,818円と、今現在になっております。 Amazon に買っておくので見ておいてください。次のおすすめのマウスは MSI の GM41 という、ゲーミングマウスです。このゲーミングマウスは MSI というメーカーが出しているマウスで、6,961円ととても安い価格で買えることができます。このマウスはセンサーもとても良くて、レイザーのマウスと同じように充電ロックというものが付属しているので、置くだけで簡単に充電ができます。本体重量は 74g と、またレイザーのマウスと同じぐらいのとても軽い部類となっております。このマウスには GM41 という名前は同じなんですけど、有線モデルもあります。お値段は3,482円です。まずリンク貼っておくのでぜひご覧ください。次に紹介するのはキーボードです。まずはロジクールの G213 です。このキーボードはメカニカルではなくメンブレンスイッチを採用しているキーボードです。でもメンブレンでも
メカドームスイッチというロジクール独自のメンブレンスイッチを採用しているため応答速度も速くなっています。お値段も5527円ととてもお安くお手頃価格です。本体重量は 1kg となっていて、まあとてもキーボードとして適している重量だと思います。でもこのキーボードはパームレストは取り外しはできません。元に貼っておくので見ておいてください。次はレイザーのブラックウィドウライトです。このキーボードはメカニカルキーボードで専用オレンジ軸というレイザーの軸を採用しています。打鍵感はとても静かです。色は黒と白があり、 RGB 発光ではなく白一色の発光となっています。配列は日本語配列と英語配列の2種類があります。お値段は9980円と今現在のアマゾン価格でなっております。リンク貼っとくので確認しておいてください。最後にヘッドセットです。ヘッドセットでおすすめなのはロジクールの G435 というヘッドセットです。このヘッドセットはライトスピードと Bluetooth に対応しているワイヤレスヘッドセットです。重量は 165g ととても軽いヘッドセットとなっております。このヘッドセットも色が3色あるので Amazon で見てみてはいかがでしょうか。お値段は7900円です。